今39歳です。39歳です。だから14、15年かね。14、15年、歌三線やってきています。で、歌三線だけやるではなく、やっぱり顔がアメリカ人だから、外国人が好きで沖縄の三線やって、歌を歌ってるというより勘違いされるわけさ。もう勘違いするのがとっても嫌で、で、この沖縄の言葉を徹底的にやって、そうすると、うちの歌を歌うときに情けを込めて、もう本物の歌が歌えるんではないかということで、日常生活全部うちの歌にしようというふうに、まあ極端ではありますけど、で極端なことをしていたら、こうなりました。ということですね。で、まあ、歌三線だけではなく、やっぱり言語が喋れないと、歌を歌ってもね、まあ皆さん、ここは英文学ですか？英文学、まあ英語は、まあ、ある程度知ってらっしゃると思うんですけど、例えばね、今、日本語、英語というか歌が結構いろいろあると思うんですけど、まあ、当たり前にね、そのポップスとか J-POP とありますよね。それで、まあ、I love you っていう、I love you, I love you、 これは L-O-V-E ですよね。なんだけど日本人が I love you, I love you って発音したら I love you, love you ってちょっと R っぽくなるし、そうすると R-U-B なんで Love は日本語で愛です。ほとんどあるね、はい、R-U-B なんですか。そう、こするです、はい。で、I love you って言ったら、私こする、あなたこする、こするって。I love you ってこするって言うんですよ。だから、I love you、I love you、僕は君を、I love you って、日本人は歌うけど、それは君をこする、君をこするっていう、なんか銭湯の歌になってなんか、分からない状態になってしまうと。で、まあ、赤信号みんなで渡れば怖くないってあるけどね。もうみんなで怖くない状態だと思う。1億2000万みんな I love you, I love you の状態だからもういいんじゃないかってなってると思うけど、でも言語としてはこれはもうおかしいですよね。 M なのか R なのか分からないという状態だから、例えばあれですよ、米は R-I-C-E ですよね。 Rice ですよね、 Rice ね。でこの発音だけ一応なんとか勉強してできるようになってるんですけど、 Rice ですよね。で、これを日本人はライスライスって言うさ、ライスライスライスプリーズライスプリーズ L-I-C-E ライスって言ったら何ね、シラミ、シラミでさ、だからライスプリーズって言ったらアメリカでシラミください、シラミくださいってとんでもないことになってしまうんですよ。だから L とか R とかっていうのはこれもとっても大切、もう現実問題もね、レストランでこれご飯持ちができないということだと思います。だから、そのうちなわ口でね、そのうちなわの歌を歌ってるけど、例えば、犬と縁結びの縁は、犬は、インって言います。で、縁結びの縁は、イーンって言います。イー、これ、イーって発音が日本語ない。日本語ないから、もう若い年みんな、イン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 というのを歌ってる。そうすると、例えば、あなたと私は縁があって、ここ結ばれたっていうの、ね、情けを歌うんですよ。いや、不満と、犬のアティドイチャトンドっていうふうにね、もう本当に真剣な顔して歌ってるんだよ。歌ってるけど、これがいい発音ができないから、いいに発音してしまうと。そしたら、お前と俺は犬があって会ってるよと。動物の音なのか何の音なのかっていう状態が今の沖縄っていう形ですね。だから僕はこれはよろしくないと。ね、どうしてもこの発音っていうのはもう大切じゃないかなっていう。ことで徹底的に、うちなわ口の発音を研究してきました。で、その発音の研究してきた根拠が、まあ、狩松先生がそれを受け継いでいらっしゃいますけど、沖縄語辞典です。沖縄語辞典というものがあるという存在を知らなかったと、正直に言ってあげてください。知らない。ほとんど知らない。はいはい。こういうのあります。ちゃんとこれね、5200円で売っていますから。ぜひ買った方がいいよ。政府観光部センターというところで新都市に行ってます、ね、で、これはとても大切です。この中でこの犬はインで、縁結びの犬はインというふうに載っています。だからこれは常に僕は勉強して、だからアメリカ行った時に英語喋れないさ、
だからライスなのかライスなのかっていうので発音、あこれ R かな L かなっていう常に考えてたわけ。常にアメリカだよ。でだって L で発音したら分からないさ、絶対に通じないでしょ、ネイティブには。意味わかるよね皆さんね。だからそれ L なのか R なのか、この下の持ち方よ、ラ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 とかっていうのを常に考えてたわけさ。なんだけども英語はもうやめて沖縄語、うちなぐちっていう風になったわけさね。そしたらインなのかインなのかってもデージキリになるわけよ、これが。だからそのままアメリカで英語を学んできたっていう観念がそのままうちなぐち、僕は投影されています、反映されています。だからそれだけじゃなくて、例えば、まあ、イとイもあるけど、またウとウもあります。例えば、ウと、これはウとで、オット、オットはウとというんです。あの、あなたの夫は最近音沙汰がないねというときには、いやー、うーと、音沙汰ねえ話が、うーと、音沙汰ねえ話がとなります。うーとうーの違いがある。で、あと、いるわ。これ、えと家もありますね。えと家というのがあります。例えば、合図。合図は、えいじと言います。で、八重瀬町の八重瀬は、いえいじと言います。いえいじ、いえ。イエーっていうのと、エー全然違うんですよ。エーとイエーっていうのがうちのうちの存在です。あと、オとウォーっていうのもあります。オとウォーっていうのは、この扇ね、扇ね、うちは扇ありますね。これは王子、王子です。で、王様じゃあ、王子、王子様っていうときは王子っていうときは王子、王子だから、オとウォーがあります。だから王子様が扇を仰いでいらっしゃるという時には王子がなし名の王子、王女を見せるとなります。で、あとやとや、これはもう皆さんこれはよく使うと思う。で、や、やがだろやがだろと、やっていうのは何で、あ、家とあなた、じゃあ2つやなんだ、あなたの中では。違います、違います、あなたちょっと分かりそうだね。はい、あと沖縄違う、沖縄違う、やっぱ外れてる。沖縄ちょっと真面目そうだね。トカシ君、お前って、お前ってなんて言うの、全部トカシ君、トカシ君、お前ってなんて言うの、沖縄の人やーやーやーで、家はやーまあまあまあ中国語で言ってるのが、まあまあ、あのね、お前は、やーではありません。やー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 。で、家は、やーです。やー。だから、お前、家にいなかったなって時は、やー。やーかい。で、ウーランタンや。これも、ウーなんですよ。ウーじゃなくて、ウー。ウーランタンやとなります。やーやーかい、ウーランタンや。これを、いやー、これは、だから、今の若者語で発音してしまうと、いやー、いやー、やーんかい、ウランタンやったらセールするものの、ウランタンや、家、家を、不動産の話なんだよ、わけのわけないのよ、違う。いやー、皆さん笑ってるけど、当たり前のことはね、英語でもだから、シラミなのか、米なのか、ご飯なのか、全然違ってくるさ、発音で。当たり前のことさ。当たり前の当て名の受け名の中心名ですよ、これは。で、当たり前のことなんですけど、その辺がもう沖縄の言葉の方言というのに格下げされてしまって、で、沖縄のやっぱり方言札というね、あれが全て沖縄をもうなんていうかな、文化を破壊してしまった。これみんな50代以上の人たちは方言札を私と住んでたかけられて、もう大変だったよ。あれね、でもう誰かの足踏んであがーって言わして、あ、あがーって言ったって、これ方言札をまたかけ直すとか、相手にね、っていう風に笑い話にしてるけど、これ絶対に笑い話じゃないからね、とんでもないです。これ国連とかに持っていったら、この日本政府はもうこれも大変な文化破壊としてね、もうこれはもう裁判ものですよ。でもうちなんちょ笑ってはぁはぁはぁって言ってしまってるっていうのがどうかなとは思うんですけど、ただね、やっぱりそのうちなぐちというのはちゃんとした発音形態があります。で、どこまで戻すのかっていうことを加山先生といつもこういう